から和歌山へ行きます。はい、あの和歌山行って何するか言うたら、あの早めに行って、ワットリ、えらい早いですね、タロちゃん、こんばんは、びっくり、ジョハン、あ、こんばんは、ジョハンさん、ジョハンさん、120ヨーロ、初めてなくて、今日の歌です。はい、ちょっと、ちょっと、毎日ヤンゴさん、こんばんは、じゃあ、こんにちはよ、はい、わかつ、いらっしゃー、わかつです、稲葉の白うさぎ、こんにちは、わかつ、いらっしゃー、ヤンゴさん、いらっしゃですけど、和歌山行くの、和歌山右方向入り口です、和歌山行きます、80スープだぜ、ケイちゃん、80スープだ、これ昔はどんなに食べてたんだっけ、うん、今日は関係ないですけど、今日はあの屋根を直しに来ました。駐車場の屋根です。これが風で台風で飛んだんです、2枚、はい、で飛んだんですけど、あの今あって合計4枚あるんですね。合計4枚をあるということなんですけど、乗せてみたら、ここを開いてるんですね。なんでやねん、なんでここ開いてんねんっていう。はい。そうなんなんで。雨降ってきて、えらいことなってます。はい。今から、穴を開けて、針金としてくくっていきたいと思います。はい、はい、デッキドライバードリル、はい、これで穴を開けていきたいと思います。穴開け、はい、 SCD280 と書いてありますね。はい、これでやっていきたいと思います。よいしょ、はい、開封してみました。本体と、これはドリルとドリルが入ってますね。はい、でプラスマイナスが入ってるのかな。はい、で説明書です。まあ入ってます。はい、とりあえず、はい、穴開けていきましょう。はい。2つを使って穴を開けていきます。はい。これにつけてみました。
ゆっくりゆっくりゆっくり回すと、うーん、こんな感じでね。早く回すと、うーん、こんな感じになってますね。はい、ゆっくり回して、ゆっくり回して。トルクっていうんですか？硬くなったら、1やったら、すぐに、空回りすると思うんですけども。何番がいいのかな？よくわかりません。まあ、1にして、また、ちょっとずつ、上げていくかもしれません。穴開けたいと思います。キュッキュッ。え？キュッキュッ。そうなんだ、ここんとこね、合ってないんで。これを合わせたいと思います。カメラを揺らさない。合ってないので、これに登って、はい、これに登ってよいしょよいしょ、怖いな、はい、こう合わせたいと思うんです。はい、はい、これで穴開けました。ここ寝るかな。よいしょ。ここと、でもう針金1個くくりました。適当すぎる。はい。はい。針金くぐり係の人です。はい。私は穴開け係です。ピュン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 。はい。それで、2万円あるんですけど、合計4万円あって、で、その4万円とも短いんですよ、ここ。たぶん、この横のやつってもしかして。横用のやつよ、ね、あっちの横？壁。壁の用のやつ？壁用のやつやったのちゃん。これ？これが。なんかそう、飛んでいったやつは何やったん？飛んでいったやつ分からない。飛んでいったやつあったんでしょ？あったな。分からん、ややこしい。なんでここ空いてるか分かんないんですけど、とりあえず、リガネ係の方は、2つ、止めました。あと1つ穴、止めていただいて、とりあえず1枚基本を作って、それからいろいろと触っていこうかな。入ってない、ちゃんと入ってないところをこう入れたいです。はいはい、頑張ってます。針金係の方はい、こんな適当でいいん。適当ね。はい、はい、プレを、青プレを塗ってる人です。マルカンス青プレ 4WD です。マルカンス意味が分からん。マルカンス。はいはい、ライトもつけて今やってます。はい、手元が暗いんちゃうの、これ。眩しいやん。じゃあこれぐらいで切るで。はい。はい。切れんの、お前、それ。あるわ。割れた、ほら。あれ、何やったっけ。こういう、ブライン、なんたかだ。待ってて、これもあんなんだ。これもあんなんだ。デザインが、ついてる？はい。あ、ついてんねん、歯が。はい。これでやってみたらどうでしょうかね。開けてみましょうか。はい。へぇ。
とりあえずブラインドこれをこれです。SDG100G ディスク、ディスクグラインダー SDG100G で、はい、これ SDG100G 頑張れー。はい、そうなんで、これでビビーンとこいつを切るもんちゃうけど、これでなんとか切っていきたいと思います。はい、針が暗くないの、針金でもう止めるということです。もうちょっと光を今のうち、ちょっとこっちにこう、はい、よし、これでいいじゃないですか。よし、よし、はい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 、で、このぐらいの、はい、あかん気がする。もう、はい、こんな感じで止めてあります。あ、そうか、うん、いや、まあ、ドリルで開けるとこです。開かへんわ、これ硬すぎて無理やわ。どういうこと、うんうんうん、開かへん、開くわけがない、こんなもんで開くわけがない。開きました。開いてへん、開いてへん。開いてないとか言うてますけど。開きました。開いてるわけないよ。あ、ちょっと待って、もう。あ、もう開けたん？うん。早っ。じゃあ、滑らへんようにしたらええの。ここ？どこ？こっち？うん、そこ。登ってたら分からへんな、中心点。よいしょ。はい。どんな穴だっけ、穴開いてます、ドリル。あかんで、こんな穴開けたら。なんだっけ、ドリル。軽量かな。ドリルって言うんですね、やったっけ。はい。どんどん開けて。はい、開けて。もう終わったよ。すごいね、ワンパン終わったということで、はい、穴開けはもうとりあえず穴開け、このドリルの先で虫をね、虫をやっつけたよね。なんか変な声、なんかちょっと離れてちょっと聞きましょうか、話を。このあのさ、はい、昔の達人ってさ、はい、箸で虫をつまむやん。あ、現代のプロは、うん、はい、ドリルの先で虫を。ちょっとわかりません。ちょっとこれでやっつけられたら嬉しくね。なんか言うわけのわからんこと言ってありますけど。わかるやろ。昔の達人は箸でつまむやん。はい、今の現代の達人、ドリルの先でこう虫をこうね。はい、できたらかっこよくね。やってくださいよ。虫当たるわけない。虫だけに無視されるというね。そうですね、はい、はい、とりあえずドリルで穴開けました。今日ここまでね、針金、ね、はいはい、3分に2箇所まず3分の1ぐらいを適当に切っております。はい、あ、これをここの直線にするの、ここなんか言うてあります。はい、穴と穴の間隔がこんな辺かにゃ、はい、なんで、はい、適当にここに折ります。はい、これが穴と穴に入る気がします。はい、はい、じゃあ入らん、ま、入らで、これで入りません。まだ入らない、入るわけがない、はい、え
頑張って、あのね、ここに穴あるからこんなことできるんだけど、この穴塞いだらできひんやんっていう話をずっとしてんねんけど、そうそうそうの、見えへんねん。どないしましょうっていう話やんの。これはもう感覚ですね。無理ですね。取るわけがない。どこを通そうとしたの？ここやんな。はあ、もう無理ですね、これはね。なあ、明日化け物の子をやんねんけどさ。はい。明後日や。はい。化け物の子っていう映画。ああ、映画。うん。があるの？みたい。化け物の子。で、それで？腰が痛い。それ、話がどうなってんの？なんか化け物に育てられた子供の話やねんってさ。怖いな。ちゃうね、それが面白そうやね。うわ、目つきそう。あった、2つ入った。はい、入ってません、これは。はい、幻覚です。はい、くくってます。これで1つ止めたので、で、多分今日帰るか。これでやめ。この適当さ見て。適当な2回くるくるってしただけです。あの、ここのご主人さんがそういうのおっしゃってます。ご主人とか言って、これな、屋根ない時な、ここから鳥の糞がパタパタって落ちる。よくフロントガラスについてた。フロントガラスについてた。うん、鳥も頑張ってんな。鳥もなんでこんなとこ止まんねやと思うぐらい。あ、ここの上止まってたってこと。はい、あ、そっか。鳥がパタパタパタって飛んでくやん、ここにポタって止まるやん。止まんのか、そこ。後ろからブブブブって出んの。後ろから、ふんを落として。が、フロントガラスについたらしいです。ついてるし、いいんじゃん。飛ばへんやろ。え？ついてる？うん。1個だけつけたってこと？そうそうそう。こっち3つもつけた。まあ、飛ばんでしょ。また明日しましょうか。うん、はい。そうなんで、今日は。今日もバメ作業。飯を食べないとお腹ペコペコです。はい、そうなんで、青プレオで鳥に行きました。これは白プレオですけども、はい、これです。鳥に行ったのは、はい、これ一体何でしょうね。はい、これは一体どこのなんていう車なんでしょうね。はい、もっと近づいてよく見てみましょう。はい、そうなんで、あの、これ以上経ったら私が映るんで、どんなんや、はい、そういうなんで、中エンジンルームはどうなってるか見てみましょうね。はい、そういうとこで、よいしょよいしょ。タイミングベルトと メーター走行距離12,850、なんていうのこれ、12,858km。 はい、27年7月9日、昨日ですね、タイミングベルト交換記録。はい、でエンジンのこれが消えてますね。はい、はい、ツインカム16バルブって書いてありますけども、本当でしょうかね。トヨタ1600、はい、こっちに出てる、これは一体何でしょうね。たたたたた、これは一体何でしょうね。閉めてみましょうか。閉めてみたらもっとはっきり分かると思います。
よいしょ。はい、エンブレムがないですね。寂しいですね。はい、こっちから見たら分かるのかな。これがあの太いので、あのネジを外してみました。ここのネジとここのネジとここのネジとで取ったらどうなってるかと言いますと、ポンスコーンカンキンコーン、はい、このようになってますね。ここはあのこの辺はノーマルですね。この辺はね、ここはあの叩き出してますねみたいな感じですね。ここは叩き出してますね。はい、この内側にかなり太い分厚いものがどうなってるか、あ、入ってますけど、はいですね。はい、叩き出してるっていうことですけどね。こういう感じで、はい、なってました。ちょっとお掃除しないといけないでしょうね。はい、でこれバキ飛んだらあかんから、こっちへ置いといて、よいしょ。はい、そうなんで、いろいろと見ていきましょう。はい、はい、これはなんかアペックスツインカム16って書いてあります。レビン、あ、ここがちょっとレビンがちょっと発音がレビンって感じですね。はい、これはこのノーマルでしょうね。はい、私もこういうノーマルでした。はい、この真っ白取って真っ白塗りましたけど真っ白に塗りましたね。あのバンパーも真っ白に塗ったし、何もかも真っ白に塗りましたね。後ろも真っ白に塗り、車高が低いですね。はい、はい、よいしょ。はい、中からも撮りましょうか。はい、いろいろと撮ってみましょう。なってますけども、はい、ガラスですね。はい、HID に変えたって明るいということなんですけど、よいしょ。はい、ここにトヨタって書いてありますね。トヨタ、はい、いろいろとね、はい、改造されてるところがここ切ってありますね。ポン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 、こういうのがね、ここも切ったのかな。はい、なんかそんな感じですね。はい、よいしょ。はい、そうなんで、ですね、ノーマルじゃないのエンジンそのものなんですけどね。はい、急に
急にのエンジンがついてるらしいですね。急にはあのフロン FF のだなのにこいつは縦置きになってます。急には横置きの車だったはずなんですけども、ということで横置きこういう向きだで、あの86とは全く逆、ノーマルの86とは吸気と排気が逆と思うんですけどもね。はい、ここのカバーがないのでこれがちょっとかっちょよく立ってますけどはい、なんかすぐ抜けそうな雰囲気はい、そうなんですね。はい、あ、これはこれもあの変わってるんでしょうけどね。はい、まああのごく簡単なね、吸気して排気するみたいなはい、でこの16バルブで、はい、頑張って。これヘッドが違うんじゃないですかね、あの、はい、急にが16バルブじゃなくって何バルブなんやろよく分かってません。はい、でターバーがついてて、ピロボールアッパーマウントピロボールになってて、はいですね。はい、下回りはどうなってるかですね。よいしょ、ちょっと待って、どうなってんのやね。はい、ロアームが、ロアームが延長、ロアーム延長されてますね。はい、ロアームね、はい、よいしょ、届かへんねだいぶ届かへんねんけど、よいしょ。これはあの青く塗ってあるんでしょうね、これね。はい、よいしょ、ここほら、ここ延長してますね、これね。はい、タイヤ延長して外に出してるんでしょうね。はい、このケーブルというか、ね、このディストリビューターっていうんですよね。はい、よいしょ。
よいしょ。ね、ルルと。待ってますね。これはどこかに AE86 と書いてあるはずなんですけどね。ここですね。ここに、モデル、トヨタ、モーターカー、コーポレーション、ジャパン。モデル。見えるかな。AE86 って書いてありますね。エンジン 4AGU。 はい、本当のエンジンは積み替えられたって、急にのエンジンらしいです。急に後期のエンジンらしいです。はい、わかりませんが、とりあえず、いや、この屋根、この屋根を直した下にこれが来てます。はい、これたまにじーって言う、これ勝手にじーって言うねんけど、これなんかまずいで、これ何かが勝手にショートしてるような、勝手にどうなってるんでしょうね、わかりませんね。勝手にジジジっていう、はい、これはあのヘッドライトのやつですね。ヘッドライトをあの HID に書いてあるんですね。落ちこないようになっちゃった。はい。見てみよう。どこ ?HID に書いてあるというね。コードが邪魔ですね、これ。はい。はい。そうなんです。これなんか塗ってあって、ここのとこ見えないじゃないですか、ガスが入ってるかどうか。見えますか。はい、どうなってるんでしょうね、ガス。はい、ね、なんか TRD ってなってますけど、 TRD ケーブル、はい、よいしょ。トットの書いてありますね、トットの。書いてあるな、それ。はい。ここつこ、あの、上から見えるようにガスが見えるようになってるはずやんで、塗られてたから削ったんやけど。
こういうとこから覗いてもなんか白っぽくなっててやばい、わからないんですよね、それが。ね、うん、見えた、はい、ね、年寄りの車でございますわ。